ていないトライトですが、ロボットモードの時の全長が 3.5m で、車上でのビークルモードの時の長さが 3.8m、 重量はだいたい 700kg になる予定です。ロボットモードと、ビークルモードにそれぞれ自動で変形することができるんですが、それにかかる所要時間だいたい10秒以内を目指します。完成予定ですが、2017年中に完成を目指しております。繰り返しになりますが、人が2人乗れる予定です。